こんにちは。今回はデビホンのエクスプローラーを紹介します。エクスプローラーは1958年にギブソンから発売されたギターで、1963年には廃盤になり、生産本数は50本に満たないと言われています。この短期間に作られたエクスプローラーはコリーナ材で作られていて、後の1976年に再生産される時はコリーナではなくマホガニーとなります。今回ご紹介するエピフォンのエクスプローラーはマホガニーでできているので、1976年に再生産されたモデルの仕様になります。真っ黒なエボニーカラーがかっこよいですよね。エクスプローラーというとメタリカのジェームズ・ヘッドフィールドさんが思い浮かびます。日本だと XJAPAN のタタさんや野村義雄さん、ジギーの松尾総人さんが使っていましたね。フライング V とともに元祖変形ギターとしても有名で、インパクトがあり一目で覚えてもらえるギターです。それでは音を聞いてみましょう。最初はクリーントーン、途中から歪んだサウンドになり、さらにディストーションを足したサウンド。今回はエンドロールさんの B スタイルディストーションをプラスします。それではどうぞ。でしたか？ボディは大きいですが、レスポールのようにメイプルは貼られておらず、ボディ圧も少し薄めで、ハイフレットも弾きやすく、レスポールよりはすっきりとしたサウンドです。コントロールも2ボリューム1トーンと使いやすく、ストレートでシンプルなギターです。唯一の難点は少し重いこととボディが大きいので意外にスペースを取ることです。通常ネック側のストラップピンはボディ裏についているので、ストラップをつけて立って弾く場合、手を離すとボディが向こう側にひっくり返ってしまいますが、エピフォンのエクスプローラーのストラップピンはボディ側面についていますので、
手を離してもボディがひっくり返ることなくストレスなく使えます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。